どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、ボロスを使って4次元やっていこうと思います。はい、このキャラですね、2段階変身の闇属性リーダーで、スキルブースト2つに18ターンで変身で、闇泥峡谷10強ボイス封印になって、2段階変身がこちら、はい、10ターンで変身可能です。はい、で最初段階が封印に闇泥峡5個、10強2つにボイス覚醒持っております。はい、もう火力もねとんでもないんですけど、まあその分ですね、使いづらさもとんでもないです。はい、でも先に言っておきます、ボロス最強ぶっ壊れチートって言ってる人は信用しちゃダメです。嘘です、それは。まあ強いて言うなら76運用すればギリ使えるかなくらいで、65運用だとかなり難しいキャラです。分かりやすいけど、僕は見影を思い出したっていうレベルでは使いづらいキャラかなとは思います。その分ですね、使いこなせれば、まあぶっ壊れチート最強なんじゃないかなと思います。はい、使っていこうと思います。はい、でスキルは2ターンでチーム内闇ドロップ強化の覚醒数に応じて攻撃力が上昇、回復以外から闇6個生成が2ターンスキルです。はい、闇生成とエンハンスですね。リーダースキルは闇の攻撃力が20倍、10コンボ以上でダメージを 70% 軽減、闇2コンボで2コンボ加算、固定500万ダメージです。まあ、考えてもらえれば分かると思うんですけど、まあ、10コンボで 70% 軽減ってことは、まあ闇2コンボを前提に盤面6コンボいるんですね。ってことは欠損しちゃダメな上に、闇2コンボ含むかつ6コンボを組み続けなきゃダメということで、軽減を張るためにもね、例えばうわここちょっとあんまりダメージ出したくないな、火力調整しなきゃなっていう場面でも闇2コンボの樹脂いるんですよ。そうだから使いこなすのはめちゃめちゃ難しいキャラですね。はい、ただまあその分ですね、今回の編成だとかなり強いと思うんで実際に使っていきましょう。パーティー紹介していきます。はい、まずリーダーですね、ボロス遅延4、光軽減に4連ガツダラ継承で、チャコル、クライムプラス上限解放で、戦国武器継承です。そして、バラン、HP 強化3つに、こちら、アマージュ継承です。そして、ゴースリング、10強に上限解放に、ドラケン継承。で、こちら、まさに今回のワンパンマンの新キャラ、ガローですね、黒メダル5枚です。スキブプラス上限解放。そして、ゲームエンペラーつけてあげてます。最後、フレンドですね、ボロスに、こちら、チェーン4に HP 強化つけて、アマージュ継承って感じになってます。今日はこちらの遠征を使って4次元やっていこうと思います。はい、まあボロス自体がねめっちゃ使うの難しいキャラなんで、まあ実際どんな感じか見ていきましょう。はい、ということで実際にやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層からですね、とりあえず2体とも変身してあげて、ボロス変身からの戦国武器でチェーン入れて殴っていきます。はい、でこのまま耐久して、あ、4ターンヘイストも使って闇2セット組んで耐久していきます。ここを闇33でもいいんですけど、闇533とか組めるとめっちゃ楽ですね。で、ここね、全員削り切れてない場合に関しては、こんな感じで闇の53とか組んで殴ってあげれば OK で、万が一、光以外全部削れてる場合ですね、まあ、ちょっと闇533でその状況を作れるんですけど、闇533組めてる場合は、光の5とか闇の5で1コンボしてあげて、光に次元の波動発動させて、その後光で突破すればスキルも貯めれていい感じです。まあ基本的に闇欠損してる場合バランとか打てるので、欠損じゃあスキル打ってあげて対策してあげてください。で2階層ですね、こいつに関してはこのままバラン変身しながら殴っていけば OK です。あ、バランじゃない、ボロス変身しながら殴っていけば OK です。はい、で一応闇吸収に関してはバラン打ってあげて光で倒す必要があるんで、まあ初手バラン打ちした場合は光闇吸収のみ罪って感じかな。まあ 10% なんでね、なかなか気にしなくていいと思います。はい、でもどっちもね、ボロス変身してあげてから、ここからもボロスループで殴っていきます。ちょっと火力を見てほしいんですけど、闇4セット組みますね。ボロス闇4セット組んであげた場合の火力がこんな感じなんですよ。そう、わかります？強すぎるんですよこれ実はちょっと強すぎるの問題で、まあ、もう左から21、42、21、42、41がまあほぼ確定で発動するんですね。もうほぼほぼ、つまりこの10コンボの軽減が必要なボロスっていうのは、あの基本的に火力調整はなかなかできません。もう突っ走るのみです。なので、あの強すぎるがゆえに発狂を踏むことは多いかなと思います。はい、そういう点デイトナとかって光5とかで意外と対策できるじゃないですか、爆破力なくせに。そうだ、ボロスね、これね、例えば闇あの10コンボ以上がね、これね8コンボとかだったらですよ、8コンボとかだったら多分めちゃめちゃ強かったと思います。めちゃめちゃ強かった。ただ10コンボなんでちょっと癖もね強くなりすぎましたね
癖もめちゃめちゃ強いキャラになりました。はい、5階層もこのまま倒していきます。で6階層もね、ボロス打って上げて突破していきましょう。ただこのキャラ本当火力に関してはめちゃめちゃ一緒なんで、まあ、そもそもまずサブですね。おすすめは、はい、闇ドロ強5個持ちプラス実況2個ってことで、まあ、そもそもドロ強サブとして火力枠としてしかもエンハンスもあるんで十分運用できますし、かつあとはですね、まあ、ボロスも実は武器がめちゃめちゃ強くて、うん、まあ、基本的に武器要因での運用がいいのかなとは思います。はい、ただまあ武器要因で運用するのもね、もうすぐ武器にしちゃってもいいんですけど、せっかくなら使ってみてほしいんでね。あ、今回編成紹介しておきます。はい、でここもね、あのバラン打ってあげて無効貫通発動しますので、そう4次元はね無効貫の階層が結構少ないので、まあ、こんな感じで闇組んであげて3セットくらいかな、組んであげてこれでしっかり突破していきましょう。はい、続きまして8階層ですね。ここもボロス打ってぶっ倒していきます。こことかマジ火力調整むずくて、闇2コンボの10コンボです。はい、闇2コンボの10コンボ組んでください。なので落ちコンとか来たら負けですし、何よりこれルーレットもあるのでパズル全然簡単ではないんですよ、こういうルーレットがある場合って。なのでまあ闇2コンボにして2コンボにしてくれよ、ユーゴル。2コンボにすると 70% ぐらい削れて突破可能です。3コンボ以上組んじゃうとこんな感じで発狂飛んできますので注意してください。はい、続きまして9階層ですね。何ですか、何ですか、何かありましたか。はい、9階層ですね。ここも闇3コンボ組んじゃうと基本発狂入りますので、闇2コンボ控えめコンボで殴っていきます。ただ今回ですね、チャコルリダチェン入っちゃったんで、もう普通にガロを打ってあげて回復生成からの闇2コンボに止めるのがいいですね。一応3コンボでもリダチェン次第ではなんとかなりますけど、意外と発狂踏んじゃうので、これギリギリ発狂ラインじゃないんですけど、こいつも発狂あるんでね。一応闇2コンボ調整からのバランで突破が楽かなと思いますので、そこのとこ押さえてください。バランで6解除しながらしっかりボロス打ってあげてエンハンスで突破していきましょう。まあ、ただ言ってもさっきから説明してる通りね、あの火力調整ちゃんとできれば問題はないんですけど、まあ別に落ち込んだしバッチをつけてるわけでもないので、結局落ち込むゲームもねあるんですよね。だからまあそこはガローとか使いながらね調整してあげるのが一番いいかなとは思います。はい、ガロー2ターンで溜まるんでね、こいつ2ターンで溜まって2ターン落ち込んだしなんで、まあ、ガローを使いながら調整していくのが一番いい感じですね。2ターン落ち込んだし晴れるので、でこいつはもうただただめんどくさいですね。はい、ガロー打ってあげてぶん殴っていきます。で1個だけまあ大事なこととして、こいつの発狂はチャコル打ってる場合 HP 満タン時普通に耐久可能です。8万ぐらいなんで、はい、なのでこいつに関しても思いっきり殴っていく感じで問題ありません。必ずチャコル打ってる状態で全力コンボして殴っていってください。こんな感じでもうひたすら闇のコンボ入れて殴っていきます。まあ、一応ね 50% 以上から全力で削り切るっていう方法もありなんだけど、まあ、何度も言ってる通り、あのボロスはもう基本的に火力調整無理なんで、ここはね発狂耐えれるってことでチャコルの軽減しっかり今貼りましたね。はい、貼ってあげて、カット中に貼ってあげてるんでややこしいんですけど、チャコルの軽減ちゃんと貼ってあげて、こんな感じでぶん殴っていきます。で HP8 万加工してるので耐久可能です。はい、あとはボロスで突破していきます。もうこいつはこの突破王でいいです。で逆にインドラもめちゃめちゃ当たりっすね。初手バラン打って突破するだけです。はい、来ました11階層。今回の一番の難所です。光の場合はルーレットありの中で6コンボ組む必要があって、闇2セット含む。で木の場合もルーレットないとはいえども6コンボ組む必要があります。はい、めちゃくちゃ難しいです。これめっちゃ調光して頑張ってください。ただ一応当たりはまあ光になるのかな。ただこいつもね闇3セットとか組むとね発狂しちゃうんですよ。マジでわけわからないよな、発狂っていう仕様なので闇2セットで止めてください。闇2セットなら耐久可能です。はい、まあ、ちなみにこの編成で、まあ普通に濃紺の方をやる場合ですね。今回コンテアでやってるんですけど、濃紺の方をやる場合は、あの11階層の突破率が、えぐいぐらいにむずい。パズル力が上手い人だと 100% なんですけど、まあ例えば僕ぐらいのパズル力だと、だいたいここ濃紺で突破できるのが 70% とかになると思います。はい。で、ほんとパズル苦手な人だと、もうなんなら 30% とかになっちゃうかな。なので、まあ、11階層ちょっとむずいんでね、そこは押さえてください。でこいつメタトロンに関してはぶん投げれば OK で、エスカマリはドラケン打ってあげてください。ゴーストリング継承のね。でパイモンは半分時バラン打ってあげれば OK なんですが、一応パイモンの際もね、あのドラケン武器打ってあげた方がいいですね。あのパイモン光吸収あってボロスの副属性かかっちゃいますので、パイモン来た場合に関してもゴーストリング継承のドラケン打ってあげれば間違いないかなと思います。はい、特にあのドラケン武器ってね光消すないしてくれるので、なおさら属性吸収かかる心配もなくなりますので、まあ、基本的にエスカマリとパイモンはドラケン武器って感じで大丈夫です。はい、
13階層、ここもボロスでぶん殴っていきます。はい、ボロス使って、あ、ここ意外とね、発狂あるのかな、わかんない、なんか発狂意外と食らないんですよね。まあ、闇3セットくらいまでなら食らえません。4セットが組んだら食らうんすかね。3セットぐらいなら全然食らわないですね。はい、これで闇3セット組んであげて11コンボ。4セット4セットで食らわないんで意外と優しいかもね。3セットぐらいまでに止めれば大丈夫です。はい、まあ、その分遅延食らうんで注意で、あとはここもボロス打って突破していきましょう。まあ、正直この編成の難しいところは、普通にもし使う人がいたらあれなんで言っておくと、難しいポイントは、1階層の欠損ですね。ただ1階層の欠損は言うてバラン打って、あの2階層の光闇吸収か捨てればそんなむずくないですけど、一応1階層と、あとは、いや、まあ11階層かな。で、あと道中の発狂ラインだけ注意してもらえればいいかなと思います。読みとかだね、一番渋いのは。あれ、11コンボ組む必要があるんで。うん。で、ここも、しっかりとガロを打ってあげて、光消せない解除からのポロス打って殴っていきます。そう。で、あとね、ルーレットある階層、全部むずいっすね。そう。ルーレットある階層はもう全部むずいわ。なのでね。気候上ぐらいで使うのが一番いいのかなと思います、基本的に。まあ、本当に濃厚安定攻略パーティー組むなら気候上とか、なんか一周回って多次元とかで使えないかな、一周回れば。4次元とかだと、なかなか難しいキャラかなとは思います。はい。まあ、別に僕のチャンネルね、視聴者に嘘つきたいわけじゃないんでね。基本的に弱いキャラは弱いって言うんでね。ボロスは火力自体は本当に強いんで、そこは評価できるんですけど、どうしてもね、10コンボ軽減だけは狂ってるとしか思えないですね。10コンボ軽減ってやっぱ冷静に考えてもおかしいだろ。で、こことかでさ、パズル見せたら負けるんだよ、これ。でもパズル見せたら負けることしてるんですよ、僕。これ6コンボ組めてますけど、ここで闇2セット6コンボ見せたら負けるんで、そう考えると、ほんと見影みたいな感じ。いや、なんなら見影よりむずいだろ、これ普通に。はい。で、続きまして、見る。ここは、まず最初、闇2セットまでに抑えてあげて、削っていきます。はい。そして、闇2コンボに抑えて殴ってからの、全力コンボで削り、あとはバラン打って削って、残り地道に突破していきます。はい、これで闇2セットに留めておいて、殴っていきましょう。10コンボですね。で、これで削りつつの、次、ここもう一回バラン、ごめんなさい、バランじゃないですね。ボロス打ってあげて、もう一回全力コンボ。闇4セット組めるのはめっちゃいい。で、ここ、闇がね、2セットとかしかない場合は、もうがっつりガローとかゴーストリングとか打ってください。はい。ここ必ずね、全力コンボしてください。最低闇4セットぐらいは2発目は欲しいですね。ここで、ちょっと微妙な削りしちゃうと、はい。ここでまあ、めちゃめちゃ残っちゃったりすると、賞味足りません、火力が。この HP でギリぐらいなんで、ちょっと闇2セットで殴る。まあ、落ち込んだしたんでね。ちょっと闇2セットで殴る。で、次もね、闇少ない場合は、ゴーストリングとかガロとか打って、思いっきり殴ってください。そうすれば大丈夫。で、ここはバラン打って全力コンボしていきます。はい、ナイス。僕別に闇5セットある必要ないですけどね。相手光なんで。ただまあ言っては、副属性の火力があるから、まあ、そうだね。別に、そうもしないもんな。はい、これで全力コンボして、あとは残りターンで地道に殴っていきます。そう、こんな感じで結構余裕ないんで、これで突破していきましょう。で、続きまして、ボス。光ミルキミルはチャコル打ってあげて、半分時ゴーストリングかバランをね、6回上位で残しておけば大丈夫です。はい。まあ、一応チャコルだけね、ちゃんと軽減として使ってあげれば問題ありません。で、水ミルはチャコル打ってあげてから8ターン以内に突破です。で、何度も言ってますが、この編成、火力だけは一流です。もうえげつないっす。普通にデートの時添えるぐらいの火力を持ってます、本当に。そう。なので、火力は全然足りるので、水ミルがなんなら一番のダリっすね、これ。もうひたすら、ガロを打ってあげて、ボンぶん殴り続けるだけですね。はい。え？なんかえげつないパズルミスしてますけど、まあ、これ1ターン目なんで大丈夫です。まあ、言うてもそもそも種属性全完走してる時点で、まあ、あんま気にする必要ないかな。副属性は一応誤差ではあるので。種属性さえカンストさせておければまあ大丈夫かな。だから闇4セットぐらいですね。組んでおければまあ大丈夫やと思います。はい。とにかく闇4セット組み続けるという感じでいきましょう。
毎回ねこいつ攻撃時に消せないしてくるんですけど、ガラオで上書きが一応できます。ただまあガラオ結局2ターンなんであんまり変わらないんですけど、例えばここちょっと分かりやすい例でね、ガラオ打ってあげるともちろん水消せないは残るんですけど、結局闇と回復を4個ずつ作ってくれるんですよ。だ実質的に闇ドロップの数増えるの でしかもその後にねボロス打てるから闇ドロップがめちゃめちゃ生成できるわけですね。そうなのでまあ基本的にガロウを打っておいて損はないかな、まあ、ターン合わせながら好きなタイミングで打ってあげてください。あとバランとかねゴーストリングも闇ドロップが少ない場合に使えますので、闇4セットない時に打ってあげればいいかなと思います。目安としてまあ大抵闇ドロップ4セットぐらいあると思うので、なかなか打てなくても大丈夫だと思いますけど、はい、言ってもでも盤面闇6個だもんね、ない時も多いと思うんで、ゴーストリングとかバラン打ちながら殴り続けてください。でターン猶予としてはもうほぼほぼないので、てかまあだってこの編成毎ターン軽く出せるんで、そうあの休憩してるターンはありません。だってガロウとゴーストリングが毎ターン回る時点で、そう一発目ガロウ打って次ゴーストリング打ってっていうのもループもできるんで、まあ言うなら毎ターンこんな感じで軽く出せるんですよね。そうだから、まあ、ターン猶予はないんですけど、逆に言えばこっち休憩することも絶対ない編成なんで、そう最低でもボロスで闇6個でゴーストリンクかガローで闇9個は作れますので、そんだけ出せれば大丈夫です。特に前半はね闇4セット欲しいんですけど、後半はもう闇3セットで全カウントしますので全然大丈夫になります。はい、まあ、なのでこんな感じで毎ターン全6コンボし続けてもらえると分かるんですけど、もうこの6ターン目の時点ですね、これ一応受けれる最後の攻撃なんですけど、ここがこの時点でもうミルの HP ここら辺まで持っていけます。はい、なのであとはもうこれを2パンするだけですね。なのでかなり余裕はあるかなと思います。はい、でなんならここちょっと発狂入る方が怖いので、一旦ボロスのエンハンス打たずに削ります。はい、ガローとゴーストリングで闇2セットのみで軽く削ります。ちょっとでもねこれねちょっと怖いけど、まあ大丈夫でしょうっていう感じで、次どうせボロス2枚打てるから闇12個生成できるんで闇5セット組めるんで、まあ大丈夫かなって感じでちょっとやってますが、これちょっと怖いですね。一応発狂怖い人はまあバラン残しておければね、バランの火力副属性も入るので、まあちょっとありかなと思います。はい、で最後ここ闇の5セット組んでいきましょう。まあ言ってもね、あの水ミルはもう当たりなので、こんな感じで8ターン殴ってあげれば確定で突破可能です。はい、後半に関してはね光で属性入りも取れますので、もう絶対負けることはありません。これでやってあげてください。ということで今回はバラン間違えましたボロスを使って4次元の攻略でした。まあ、評価としてはノーコメントでいきます。ただ10コンボ軽減なめとんかっていうコメントだけは残しておきます。ということでチャンネル登録高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。